はい、ヒルガノオープンの、最終決勝ラウンド解説をやっていこうと思います。今回も、長岡健太とゲストで高倉大選手、いつもの鶴ちゃんの3人で、解説していこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。決勝1番ホールいつもの1番ホールからですね、パー3の108メートルです。決勝に入った時、高倉選手どういうお気持ちでした？おそらく10打差以上ついてたと思うんですけど、9打差か、9打差っすね。そうですね、まあこの決勝でも、まあ、自分のプレーをするというか、やっぱり一回一回リセットして、そのラウンドの中で勝負っていう風に僕は捉えるタイプなので、この9ホールでも、まあ、グループの中で1番取ってやるよっていう気持ちで入ってましたね。おっと、決勝からは3カメですね。そうですね。坂井選手 D2 ですね。これはアップで、ちょっとカルガマ、リアルカルガマアタックかと思った。カルガマ危なかったですね。うん、ナイスアプローチです。坂井選手残り15メーターぐらいです。うん、ちょっと高かったですね。決勝最初のホールは全員3のパーですね。そうですね。そうですね。結構距離短いコース多いじゃないですか、うん、ホールインワンとか出たんですかね。今回はエースは出なかったかな、うん、そうですね、大会通じてエースは、うん、出てなかった。イーグルが出ましたね、最終18番。そうですね、18番で。でしかもそのイーグルは、プロマスターマスターかプロマスターのなんと決勝ラウンドでの最終ホールでイーグルを出して、なんと逆転するという、逆転じゃなかった逆転だったか、逆転かするっていう、そのそれはちょっと動画にはないんですが、今年のワールドみたいな展開が。そうですね。さあまたドライバーです。うん、いいのに続いてます。8メーターぐらいでしたね。そうですね、風が強かったので、あと決勝っていうこともあってかなり緊張しましたね。
ト。おさあ、ということでバーディーは高倉選手のみ。意外です、まあ、そう、まあ決勝という舞台だからこそやっぱり競ってる分プレッシャーがあったですかね。そうだと思います。さあ3番ホールです。このホールはなんかコース設計者の話によると、もうちょっとこの鉄塔というかこの鉄格子の真裏にゴールがある予定だったらしいんですけど、なんか当日の配置の時にこっちの方がいいんじゃないかってなって、バーディーが出るかなと思ってたらしいんですけど、なかなかそうもいかず。そうですね、僕もバーディーは一回も出せなかったですね。決勝でもかなりミススローしてますね。完璧です。ちょっと。おお。元気いっぱいでしたね。そうですね。上から。うん、惜しい。先ほどの2番ホールの外れたところからちょっと気分を持っていかれている感じです。ナイスバーディーですね。このホールであそこまで寄せるためには多分相当な飛距離がやっぱり必要だと思います。福田選手とここで2打ついたのもかなり大きいですね。すごい筋肉ですね。そこに目がいってしまう。これはちょっと大きかったでしょうか。 OB になってしまいました。結構早い段階で。そうですね、うん、
ついてないというか。中央オープンの時は吉野選手がいたのでだいぶみんなニコニコしてラウンドしてる感じですが、今回のこれはまあもちろん2位争い、それから、まあ、兄弟の3位争いもあるということで結構ピリピリしてるというか、そんな感じにも見て取れますが、どうでしたかパーティーの雰囲気としては。そうですね、やっぱり特に2位3位の福田選手、酒井寛介選手は本当に1打を争っているので、かなり両者とも緊張している様子でしたね。そしてラウンド3からほぼメンバー変わらず、ラウンド2からか、あっとこれは OB になってしまいました。なので結構ずっとプレーを見てきたと思うので、そういうところもやっぱりあるんですかね。うん、これはギリギリ止まりましたね。そうですね、ギリギリセーフでしたね。うん、おー出てきましたね。おお。さあ OB から、ナイスバディです、ありがとうございます。さあこれで福田選手がパー、そして、酒井寛介選手がボギーということで、また1打詰まって、これで1打差ということになります。さあ6番ホールです。もうこの要は6番ホールを、1,2,3,4 回やってきたと思うんですけど、結構はい、高倉選手、まあ、バーディーもありますし、決勝になってからもその、はい、もちろん狙い方は変わらないと思うんですけど、なんか気分が変わったとかってあったんですか。そのいや、ここは1回もゴールを越してないので、毎回今度こそはって思うんですけど、やっぱりこれも届いてないんですよね、うん、本当にあとちょっとのところで届かないっていう、やっぱり距離の壁がありましたね。ぐらいでしょうか距離は。いやこれはベタじゃない、これはベタじゃないですね。アナハイザーで届くんですね。
これは本当にすごいっす。やっぱりちょっとこの飛距離には嫉妬しちゃいますね。羨ましいですね、あれは。さあ7番ホールパー3の79メーターですね。だいぶショートでしたね。このホールディスクの落下地点が全然見えなかったと思うんですけど、やっぱりこうそこに行くまで結構ドキドキしてましたね、はい、決勝の時の方がやっぱり。そうですね、決勝風も強かったので、それに風を受けやすいディスクを投げてたっていうのもあって、結構滞空時間も長くてかなりドキドキしてましたね。さあこの位置からのパットですが、距離的には2ラウンド目と一緒ぐらいですかね。そうですね、あの時みたいにうまくいかなかったですね。うん、惜しい。さあしっかりとここはバーディーです。すごい面白いですね、ずっと離れてひっついて離れてひっついてって感じの。さあこれでまた坂井寛介選手と福田選手1打差になりました。残りは2ホールです。さあ8番83メーターパス。デストロイヤーですかね。そうですね、緑色のデストロイヤーですね。これはだいぶフェイスバで、これはやっぱりティーバード3ですか。そうですね、やっぱ風が強くてこの時前の2人もかなり流されてたのでだいぶ右目を狙ったんですけど、うん、それでもやっぱりそうですね、ちょっと左側に流されてしまいました、うん、すごい流れてきてますね。
取っておきたかった。惜しい。しかし。ナイスボディです。ちょっとヒヤッとした感じですか。顔がだいぶ安心した感じでリスクを取りに行ってましたが。ただ福田選手がパー。坂井関係選手もパーということで1打差で最終ホールですね。さあということで最終18番143メーターパー4。ちょこのホール前のグループと結構詰まってたと思うので待機時間あったと思うんですけど、まあおそらくもうほぼほぼ優勝が目に見えてたということで、なんかその時考えてたりはしたんですか？そうですね、この大会通じてこの今投げてるデストロイヤーっていうのをすごい対応してたんですけど、この時に風がかなり向かい風がかなり強くて、もうちょっと何ですかね、フェードが強いディスクを投げようかっていう、この2つ、デストロイヤーかもう一つのエンフォーサーっていうディスクですね、どっちを投げようかっていうふうに悩んだんですけど、やっぱり大会通じて信頼関係がやっぱ信頼できてるデストロイヤーを選んで投げてましたね。福田選手はちょっと左に行ってしまいましたが、坂井寛介選手としてはここはしっかりとティーショットを打ちたいところ。2人とも同じように左に行きました。さあそして坂井裕太郎選手、カメラマンが頑張ってましたね。手伸ばして。そう。まさかこっちに来るとは思ってなかったので、一脚を固定していたんですが、まさか上を来るとは。犬が可愛いですね。大事なパットですね。しっかりとバーディーを入れました。さあ、坂井選手パー、そして18番パーで決めて高倉選手が28アンダー、2位と10打差で優勝ということになりました。この時どんなお気持ちでしたか？いやー、一番ホッとしたっていうのが一番でしたかね。やっぱり最後まで何が起こるかわからないので、
ファイナル最終ホールまで終わってやっと勝ったなって思いました、うん、ちなみに高倉選手これで公式戦何勝目ですか？公式戦2勝目ですね。チューブですかね。そうですね、2019年のチューブオープンが初めての優勝でしたね。どうですか、やっぱり10打離れてても緊張はしましたか？そうですね、10打差というよりはやっぱり普段よりギャラリーが多いので、うん、その点で緊張はしてましたね。さあということで、ここまでラウンド1からファイナルまで、昼間のオープンお楽しみいただきましたがいかがでしたでしょうか。今回は、高倉大選手が終始トップを譲らない圧巻の優勝ということで、最後に高倉選手から一言、皆様にメッセージをお願いします。はい、昼間のオープンを見てくださってありがとうございます。やっぱコロナ禍の中でディスクゴルフがコロナ禍でもできるスポーツだっていう風に注目されてて、これも緊急事態宣言が発令されてる地域もあった中での大会だったんですけど、無事にデジタルスコアとかも活用して追われて、まあ自分も優勝という結果を残したことが非常に2つの意味で嬉しく思います。ありがとうございました。さあということで、岐阜昼賀のオープンは高倉選手の優勝ということで、次回の大会はまだ何になるのかな、まだ分かりませんが、ぜひここまで良かったなと思った方は高評価とチャンネル登録の方お願いします。それではまた次回の D ちゃんのコンテンツでお会いしましょう。バイバイ。